でもね、ちょっとね、最近ね、それもね、悩んでたんですよ。自分より小さい動物とかの接し方がわかんなくって、ね、なんか、ふとしたことで傷つけちゃってるんじゃないかって不安になっちゃって、でね、そうやって思い始めたら止まんなくなって、その日からね、なんか、嫌な夢ばっかり見るようになって、自分がそういうことを今までしてきてないっていうのは分かってるんだけど、傷つけちゃったらどうしようみたいな、そういう気持ちを持って接してること自体も罪悪感で、なんかうまく接せられなくなっちゃって、なんか触れるのが怖くなっちゃったから、私なんか寝るのも怖いみたいな、誰かが傷つく夢とかそういう夢をすごい見るようになっちゃって、あ心の中ですごい不安なんだなっていうのがすごい分かって、昨日友達に相談したら「そもそもそらちゃんは今までそういうことをしたことあるの?」って言われて「ないよ」って、そういう子なんだから不安に思っても絶対見た夢が正夢になることはないし大丈夫だよって言ってもらえて安心しました。食欲もここ2週間ぐらいすごい落ちてて、体重も3キロぐらい落ちてたんですけど、やっと普通に食べれるようになって、それでね、最近ね、なんか情緒が不安定だったから配信もね短めに。そう、心配すぎ、そうなのよ、変なとこで神経質で心配性で、大体の子にはそんなの考えすぎだし、そういうさ、なんか人に当たるような性格とかじゃないんだから、神経質じゃないって言われちゃうんだよ。夢に出てきた人に対して罪悪感とか不安を感じるわけでしょって言われて、うんって、そういう性格の子なんだから大丈夫絶対にって言われて、それでね、やっとね心が落ち着いて、ちょっとね今日からね、今ちょっと不安定な感じですけど今話してね、その時のことを思い出したからね。だから後輩とか家族にもそうで、いつか私が何かをした時にすごい深い傷を、心の傷をね負わせてしまったらどうしようとかずっと考えるタイプの子だったので、なんかでも家族に相談してもやっぱ気にしすぎよって、本当に神経質なんだからって言われて終わっちゃうから、そうやって大丈夫って言ってくれる友達が近くにいるのっていいなって思いました。で、その「大丈夫」って言われたね言葉にも泣いちゃうみたいな強い心を持っていきたいなって、でも自分の性格に自信を持ちたいなって思いました。理解してくれる人がいてよかった。そう、ちょっと楽になった。うん、泣けたからすっきりしたのかもしれない。今日はちょっと元気になりましたね。